皆さんこんにちは、ルシファー大使の辻口です。今回エクセレントのアワードをいただいたわけなんですけど、僕のテーマっていうのは発酵と発酵のマリアージュなんですね。で、一番はそのペルーへのオマージュということで、ペルーのカカオを使って、日本の麹と合わせたものを紹介。でもう一つはその酒、そしてペパーミント、それを、組み合わせた和のモヒート、和ヒートっていうのを作っています。そして、3番目は、カフェプラリネ、それに、キャラメルサレのムースショコラが加わっています。で最後は、バラですね。バラと赤ワインのダマスクローズを、この4つをですね、今年は、出品しまして、なんとかアワード取れました。皆さんのおかげです。よろしくお願いします。